毎度フォトグラファーの本田圭太です。今回の動画なんですけれども、またねちょっと愛車に乗って、Vlog 撮っていきたいなと思います。今回は、栃木県塩谷郡にあるですね、安住神社にね、行ってみたいなと思います。では行ってきます。改めまして、フォトグラファーの本田圭太です。やっぱりね、冒頭にお伝えした通り、栃木県の塩谷郡にあるですね、安住神社に行ってみたいなと思います。なんでこの安住神社に行こうかと思ったというとですね、ご視聴者の方からですね、なんかね、その年始、まあ2021年年始のね、なんかツーリングおすすめありますかってちょっと尋ねたところ、せっかく年始のツーリングだしということで、何かねちょっと安全の祈願とかいいんじゃないですかって言ったところで、あのね、栃木県の塩谷郡にあるですね、安住神社おすすめですよということでね、アドバイスいただきましたので、今回ねちょっと行ってみたいなと思います。非常にですね、この安住神社、あのバイク神社としてすごい有名みたいでして、でバイク神社って僕実は人生でね一回も行ったことなくて、なんかねバイク神社ってどんなんだろうとね、すごい興味があるのでね、今日は楽しんでね行きたいなと思います。まあ、今回のツーリングなんですけれども、栃木県足利市からですね、目的地の栃木県の塩谷郡にね向かいたいなと思います。ルートとしては、まあ、栃木県足利市、そして佐野市、栃木市、小山市で、宇都宮市、そして塩谷郡っていう、そういう感じのルートですかね。まあ、国道の50号に乗って、そのまま、4号線にぶつかるんですけども、まあ、4号線、まあ、この4号線にね、ずっと乗っていけば、目的地にもう近くまで着くということなので、まあね、結構ゆったりして、のんびりね、行きたいなと思います。で、バイク神社ってどんな感じなんでしょうね。なんかバイク入れたりとかするのかな。なんかまあ、ご祈祷とかはいいけど、なんかね、お守りとかなんかあれば、なんか変えたらいいなと思ってます。そもそもバイクで宇都宮っていうのが初めてですね、宇都宮方面に来るのが初めてになりますね。まあ、宇都宮って実はどれくらいかな、もう2、3回しか行ったことないかな。まあ、宇都宮って言えばやっぱり餃子で、ね、まあ、餃子食べて、まあ、ビール飲んでみたいな感じでしか宇都宮行ったことなかったので、まあ、今回ねちょっとバイクでそっち方面に行くっていうことなんで、まあ、ちょっとね、まあ、宇都宮もちょっと見つつっていう感じですかね。まあ、目的は安全祈願に行くっていうのが目的なので、まあね、もちろん安全祈願だから、バイクだからね、もちろんビールとか飲まないですよ、飲みたいけどね。まあ、天候はちょっと曇ってる感じですね。まあ、ね、雲見ればわかるけど、このアングルだったらね、基本的にはちょっとさ、気温分けちょっと寒めですね。まあ、ダウンに、の上に、僕ダウン着てるんですけど、まあ、それでちょうどいいかなって感じですかね。この国道4号線っていうのを初めて走ってますけど、すごい走りやすい道ですね。なんかすごいのどかな道が続く感じで、すごい好きな感じですね。なんか田んぼとかがあったりとかで、うん、すごいいい感じです。皆さん2021年はどんな年にしたいとかありますか？なんかね、目標を決めてやるのはいいですよね。ちなみに僕の2021年の目標はですね、ズバリね、挑戦というね、こちらの方にねやってみたいなと思います。まあ、挑戦って言ってもね、まあ今ね、昨今のこの世界情勢もあるので、なかなかね大変な時期だとは思うんですけども、ただただウイルスに負けてばっかもいられないので、ちょっとね、ポジティブな話ができたりとか、なんかね皆さんにとっても明るいようなね、あのニュースがね僕の方からも届けられたらいいなと思っております。もちろん、まあ、バイクももちろんなんですけども、本職がフォトグラファーなので、まあ写真関係でね、ガンガンちょっと挑戦していきたいなと思っております。またちょっと進展というか、まあ、僕こんなことやりたいんだよとかね、あればね、またちょっと発表の方ね、できればこの YouTube でね発信していきたいなとは思っております。やっぱりね、その挑戦といったところなんですけれども、まあこのね、昨今の世界情勢で、まあ僕がメインでね、お写真撮ってるのが結婚式関係のお写真になってるんですよね。まあ特にまあウェディングフォトグラファーってやつですね。それがまあメインでやってるんですけど、
やっぱりこのねコロナウイルスの影響もあってやっぱ結婚式自体がやっぱ延期になったりとか、まあ、最悪ちょっとキャンセルになったりとかねっていうことが非常には増えてはいるんですよね。で、まあ、僕がまあねやってるのは写真といったところで、まあ、結婚式はやらないにしても、まあ、前撮りはやろうかみたいな感じで、まあ、写真自体のね需要はまあ確かにそのねコロナウイルスの前に比べると、まあ、減ってはいるんですけれども、まあまあ、あの仕事としてはあるかなっていう感じではあるんですよね。ただやっぱりその写真だけが良くてもどうしてもその結婚式会場今までね、50人とか100人とかね、まあねもっともっといるような結婚式もありますけれども、そういった結婚式やってたのにこういったね人数のたくさん集まるね、イベントだったので、まあね、もちろんそれに付随していろんなスタッフであったりとか、まあね、もちろんいろんな業種さんがいらっしゃいますよね。例えば厨房さんであったりとか、ね、あと引き出物さんとかね、引き出物屋さんとか、あとはね、お花屋さんとかもありますけど、まあそういったところがね、やっぱ結婚式がないっていうだけでね、もちろん仕事がもちろんそういったところでなくなってはしまうので、ね、なかなか大変なことにはなってますよね、正直結婚式の中でもね。まあもちろんその結婚式会場のね、あの場所代であったりとか人件費とかっていうのもあるので、なかなか業界的には結構厳しい感じにはなってはいますかね。正直ね、この昨今のこの世界情勢がねいつ落ち着くかもわからないですし、ね、僕自身もねこのウェディングフォトグラファーとしてやっていくためには、ね、もちろん結婚式自体が復活しないとねやっていけないところもあるので、まあそういったところもねちょっと踏まえて、なんかねまた今年は本当に挑戦したいなと思います。いろんなことにね、まあウェディングフォトグラファーっていう、まあ、肩書き今メインでやってますけれども、それねちょっともっともっと活動範囲を広げたいというか、ね、まあもっとねその世の中の明るくなるというか、まあ僕ね結構楽しく元気にやりたいタイプなので、なんかそのなんて言うんだろうな、その結構縮こまったようなことがするのがあんまり得意じゃないので、できるだけねこういったちょっとねみんな下向きになりそうな時期ではありますけれども、なんとかねちょっとみんなで頑張って盛り上げていきたいなと思っております。まあちょっとオーバーかもしれないですけどもね、ちょっとこういった閉鎖的なこの世の中ですけれども、ちょっとでもね僕の周りの人というか見ていてくださる方がね少しでもポジティブにねなってくれればすごい嬉しいなと思います。で僕もそういった感じの活動ちょっとしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひね、まあ、引き続き応援って大切かもしれないけども、なんかね見守っていただければ幸いでございます。皆さんもね、まあ、僕はねフォトグラファーというね写真を撮るお仕事ですけれども、なかなかやっぱり大変な時期ですよね。頑張ってね、もうみんな大変なんで頑張ってね乗り越えていきましょう。